はい、どうも、タクタクです。ジュソン、やっていきましょう。これ3回に行くんですけど、まあ、3回がほぼね、未探索な状態でして。今、アイテムは、カッターナイフだけか。もう、3回って、地下だよね。え？そんなんあった？空き缶だ。蹴ってしまったような。音を出したら化け物に気づかれそうだし、あまり不用意に走るのは避けた方がいいかもしれないわ。ということは、避けないようにしよう。避けないようにしよう。おかしい。走んないようにしよう。なんか落ちてる。古い日記のようなのが置かれている。うん。あの日からだ。3階の洋室ができてから異変は起こり始めた。隣の病室の患者は1日とも持たずなくなる。あんな気味の悪い部屋を作るからだ。呪われた部屋とさえ噂されるようになった。あんな書いたところね。やはり蔵にあったものなど使わない方が良かった。しかし、建前上洋室は封鎖することはできない。仕方がない。隣の病室を封鎖しよう。この病室にはもう二度と誰も寝かせてはならない。3階ってここの階よね。階上がってる。ここも、なんて実験室みたいな。あ！やばい。来ちゃうんじゃねこれ。来ちゃう感じじゃない？何回か調べてみる。2回ずつぐらい調べるか。あ、お、お。そんなとこにある。今一体いくら溜まったのかもわからん。これって何なのそれ。だいぶ物音出しちゃったけど。大丈夫かな。あ、ここ入れるの。え？何ここ？これは使えそうね。殺虫剤。はあ。撃退用ってこと。あ、なにこれ。長い間放置したものが腐って石を放っている。キャン！ハエが大量に飛び交っている。なんか入ってんのかな、死体的な。まあ、食料庫的なことか、ここは。で、なんか、謎の部屋みたいなのがどれだっけ、これ、これのこと、洋室って。いや気味悪いな、確かに。誰もいないはずなのになんでろうそくがついてるんだろう。それにしてもこの部屋だけ病院の雰囲気とは違うわね。まああいつがだからつけたんじゃないですか。部屋が暗くてタイトルが読めない。おお、外は雨がまた降り出している。これ何？ベッドの上になんか二つ膨らんでいるのが見える。嫌な予感しかしないけど。行くか！はい。布団の上に何か置いてある。違ったわ。院長室の鍵を手に入れた。二つ膨らんでいるのは何だったの？院長室の鍵。今来ないでね。セーブしてないし。なんか封印されてんだけど。綺麗な花だけど、なんでこんな暗い。花を好んで飾るのか。木の板で部屋を封鎖されている。何この部屋、お札が貼ってあって気味が悪いわね。院長室、開かなかったとこあったっけ。この階でこことか。あ、ここの鍵っぽいな。はい。あ、走っちゃった。あ、セーブできる、ありがたい。古に生きるのが置かれている。反対していたがもう限界のようだ。村長代理に押し切られ、この病院も模様替えをしなければいけない。仕方がない、一部屋だけ受け入れることにしよう。廊下に落ちていたのもここの、院長先生が書いた日記だったのね。うん。村長代理は村に古くからある蔵を開けようとしている。あのバカ息子は本当にろくなことをしない。村の一角に洋館を作り始めるし、何かに取り憑かれているとしか思えない。新しい村長を決めるため、まずは代理を決まった村長の息子、長男である、あの男だ。数ヶ月代理を務めた後、次男様の方に交代して、どちらか優れているか決めるようだ。ほう。次男様。さすが、院長席は立派だわ。
電話だ。これで外の人と連絡が。あ、なるほど。ダメだ。電話線が切られている。ダメですか。あ、お金ゲット。どうしようか。現在はこれなんだ、何手に入れたんだっけ。 あ、そうです。調べられるセーブポイントで殺虫剤。重さから中身は少ないと思われる。あ、ハエがいっぱい飛び出したところか。にゃる、また。ここだね。キャー。使おうとしてる。ダメね。大量に言いすぎて効果がない。ダメだった。なくなっちゃった。そんなことある？でも行く場所がないな。だったとしてもな。ん？机の引き出しは鍵がかかっている。おっと、何かありそうな、何かありそうな予感ですね、これは。でも他にアイテムがないからな。で、この電話線の切断面、新しい気がするけど、気のせいよね。あえて意図的に切られたと。だいたい3回の探索は終わってしまったな。雨漏りで、ここだけ床が変色している。板が腐って今にも割れそうだ。ここにだから追いやればワンチャンいけっかもみたいな話か。きっとだけどね。いや、なんか他にありそうな気がするな、ここ。カッターでこれ切れんのか、これ。切れないか。ろうそく。これも怪しいよね。この日、俺のちょっと勘にかけてみて。ここ多分誘導したら床が抜ける。今かわしたぞ、あいつ。俺して逃げポイントはもうロッカーしかない。他にないんです、術が。そう、何度も大丈夫なのか。3回目、4回目ぐらいだと。え、さすがにね、さすがにね。それはでもまあ納得だよ。しょうがないよ。何回も隠れたもん。さすがにわかるよ。それ何回も分かってんのにやった僕にちょっと問題があるよ、今のは。さすがに。どこ行く、これ。ここもダメ。こっち行ったら出たよね、なんかね。なんだろうな。どっか変化してんのかな。え、でももう3階だよ。3階じゃないと。3階で何かやっていないことがあるよ。間違いなく。しかも飲酒したらいいとして、ここか。じゃあ確かにここなんかあれなんだよな、物足りない感じがするんだよな。なんもねえよな。
このメスシリンダーみたいな、もう関係ない。なんもないなぁ、ここ。ここ、なんかありそうで一番なんもないという。なんかと組み合わせる可能性もあるけど、カッターしかねえかな。ここ連打ゲーじゃないの？違う。お！動かせる。動かせたよ。動かせた意味。いや、でもなんだろう、この動かせるのは、無駄にはならんよね、これ絶対ね。え、でもな、こっち左行くか、こっち行くしかない。かといって乗れるわけでもない。たまたま？たまたまなの？たまたまで動かせる？なんか関係してるような気するけど。あ、これもしかしたら興味を持って開けれるようになるみたいな。でも開かないか。まあ確かにここも、まだ何かありそうといえば何かありそうな。気もするけれど。走る？これも。え、次出たらでも逃げる場所がわからんな、これ。逃げポイントが。一回戻るか。なんか違うフラグが立ってるかもしれないかもね、これね。仮にこれさ、床が抜けたとしてさ、落ちるのってトイレだよね、これね。敵がね。かやかってる。いや、とはいえの、ついに出ちゃった。勘弁だな。話しとりいけっか、ワンチャン。場所がない、もうだったとして巻く場所ないよ。こういうやばい時こそないか、達郎が。3階に行ってみよう。やっぱね、2回行って、で落ちた先ってさ え、どうなんだろう、落ちた先トイレとトイレの間ぐらいよ。だってこれイベントだったりするのかな、もしかして。
自然な流れで言うと、まあ、どっちかの方に落ちているのかなっていう。なんで焼かなくなってんのか受けんだけど、これ。隠れられないからね。そしてそんな、ね、のんきなこと言ってますけど、あなた。隠れられませんでしたからね。いないね。いないね。いや、となるともう、これなんか、ナースコール的なとこだな、これ多分。あ、間違えた。ナースコール的なとこで行こう、ちょっと。それでダメなら、ちょっと考えよう、また。ここ入れずね。相変わらずね。走れないっていうのがまたな。ナースコールがそうですか。おー、関係ないかな。これ何よ。これ絶対関係あるよね。でも持ち物がないからさ。あ、鳴ってる鳴ってる。鳴ってるよ。あ、あれ？この部屋から。最悪や。こうやって巻けばいいの？時間巻きできる説でしょ、ここまで。だってもう使い切ったもん。巻ける要因。巻ける要因もうないよ。負ける要因ないよって言うとなんか俺がもう勝ち続けるみたいな、負けないよ絶対みたいな、そういうふうに聞こえたら、で何だ、やばめだ、あ、やばめだね。時間巻きチャレンジ。オフの。いやいや、できるぞ。よっしゃー！諦めろよ。もう延々と追いかけてきたら無理よ、これ。オフねー。はいはいはい。これ時間巻き合うっぽいね。しつこい。じゃあ諦めない。でもだってもう行くしかないんだもん。諦めろ。もうもうさ、来る前にさ移動しちゃうって。ないかな。三回目さ、理解してみたいとこ行ってみよう。ここで、ほらお前、なんとか、なんしないの。あ、なに？お、なに？お、撃破。あ、逃げるの結構。あ、でも意外と。そういうムーブできるんですね。人にかけてはいけない。そうだね、かけたけどね。いや、ナースコール関係してる気がしてきたな。次出たら終わるよ。でもナースコール、ナースコール、
これなんかスイッチみたいになるよね。壊れている。壊れているんかい。受付の小窓がある。今向こう側で誰かが横切ったような。はいはいはい、まだ鳴ってるよ。もうどの部屋で鳴ってるかなんて見たくない。関係ないんだよこれは。関係ねえのか。ナースコール関係ないの。ちょっと積み気味だね。ちょっと積みんちゅやね。積みんちゅ。積みんちゅって何。こっちは切らないの。意外となんか地下行けるようになっていてくれないかなこれ。ないか。こういうとこをいっぱい調べるってのはないか。積んでるな。まあ、ちょっとじゃああれだな、次回まで探しとくか。はいっていうところで、まあ、ちょっと軽く積んでるので、ちょっと作ね、次回までになんとか解決しておきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。したっけ。